大谷地駅は、かつて、北海道札幌市白石区栄通りの日本、国有鉄道千歳線上に存在した、鉄道駅である。北海道鉄道の開業時に開け駅した。千歳線の線路付け替えの時に、当該区間であった、この駅は廃止となった。なお、廃止直前の乗降客は1日200人程度だった。1976年、 廃止から3年後の大谷地駅跡と周囲約1キロメートル範囲。左が東札幌方面。この頃はサイクリングロードの整備途中で島式ホームがまだ残されている。南側にあった駅舎の位置やその左側にあった貨物ホームなども認められる。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成地名通り、周辺が大きな湿地帯だったことから都市化が遅れ、現役中から現在までに至る施設は周辺には残っていない。廃線上を白石心コ路コが通っている。現在近くを通る地下鉄東西線の最寄り駅は大谷地駅ではなく南郷十八丁目駅である。駅跡地は白石東冒険公園になっており、この公園の一角に、昔当地に、 大谷地駅があったという説明の看板があり、また、昭和50年代には、ホーム跡も残されていた。ABCD 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線国鉄、JR24 号赤商船、千歳線、殺商線朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2009年12月27日、 19から21ページ、ありがとうございます。